若ヘンリー王、または、ヘンリー若王は、イングランド王ヘンリー二世と、ヒアリエノール・ダキテーヌの次男。兄ウィリアムが養成したため、実質的な長男として、父の後継者に定められ、また1170年に共同君主に立てられた。しかし、君主としての実験はなく、また、 父が自分の教育係であったトマス・ベケットを暗殺したことやマッテージョンを偏愛することに反発し、母や義父であるフランス王類7世紀の後押しを受けて、弟、リチャード、ジェフリーと共に父に対して1173年に反乱を起こした。翌1174年に若ヘンリーらは父と和解するが、その後も不和は続いた。 1182年にはリチャードが自分への真珠霊を拒否したことからジェフリーと組んでリチャードと交戦した。しかし、翌1183年、若ヘンリーは熱病に侵され、死の床で父に背いて、争いの元となった罪を残悔、母、アリエノールの自由を願いつつ28歳で病死した。1160年に、フランス王類7世の娘マルグリットと結婚した。 1177年に、長男ウィリアムが生まれたが創生した。マルグリッドは後に、ハンガリー王ベイラ三世と再婚した。ありがとうございます。